はいどうもピョキューです。今日はいろんなコースやっていきますか。で今言った通りですね、今日はトロールコースと一発回りをお休みさせていただきます。ということでまず最初のコース、爆速間違い探しハード。以前と同じじゃねえかこれ。すいませんボキャブラリーが少なくて。で以前の爆速間違い探しはさ、本当に息ができないぐらい忙しかったんだよね。なんで僕今回落ち着いてプレイしたいと思います。ピオキングっていうキャラクターが落ち着いてプレイするとどうなるか見て、そして感動してってください。ここは一番左、一気アップが一つだけあるね。ここはどこだどこだどこだじゃあ。うわ速攻で分かんなかったな、ここなんだろうね。なるほどね、バブルの裏にオンオフブロックがあるとか。ここはワンワンに羽が入ってないね。そして次は真ん中パックが一つだけ違います。分かってる、ここでいいの。何をやってるんだ、さっき落ち着くと言ったばかりだろう。ここは一番左だね、甲羅の裏だけ背景が違います。いや分かんないってこれ、ほんと難しすぎる。そうで僕思ったんだけどさ、この罰則間違い探しスタートしたら簡単にクリアできるんじゃない。まあそんなズルはしないで絶対に攻略してみせたいと思います。さあこの次の目隠ったどこだ、一番右行ってみるか。頼む。難しいぞ、以前の爆速間違い探しとは比べ物にならないぐらい難しくなってる。せめてあのメカクッパの色が違えば簡単なのに、真ん中が左、どっちだ、分かんねえ、これ左行ってみる、頼むディブンデッチュ。今日も無事2分の1を外すことができました。あのメカクッパのところなんか違うんだろうね。真ん中行けばいいっていうのは分かったんだけど、裏のバーの向きが違うんかな。ここは色が違うね、一番右。そして次はどこだ、真ん中だね、バーの向きが違います。そして次一番右だね、矢印の向きが違う。そしてどこだ、分かんない、ここでいいのか。運も味方につけてないで、しっかりしてほしいですね。ピオキングさん、ちゃんと間違いを見極めて何が違うのかこの動画を見てる方にお伝えしないと実況者として最低な行為ですよ。なんでここのパックンのところ、分かりました。次はどこだ、一番右、背景濃い一つだけあるね。ここはどこだ、なんだか一番左、なんかね黄色い枠がないよ。さあここで中間ポイントゲットっていう形でしょう。次はどこだ、くぅ一番右、時間差はするいって。落ち着け、落ち着くんだピオキング、落ち着いたらいけるはず。なんで黙っていいですか、ここ真ん中だね。どこだ、真ん中右、一番左か、ここだけ変えるスーツがない。そしてわかるかこんなの。よっしゃ気合い入れてきました、海洋圏10倍ぐらいの気持ちだね。さあ次はどこだ、真ん中か、ここはツタが一つだけあるね。そしてここは一番左、矢印の向きが違います。そして一番右か、ここか、違うか。大丈夫、今日ミスりまくってるけどみんなイラついてない、ちょっと多めに見といて。本当にこのコースめっちゃ難しい、ここが分かんないんだよな。あ真ん中コインがないよ。そしてパックンフラワー、パックンフラワー、パッパカパーン。さっきのところがあるじゃん、パックンとフラワーがあったんだよね。だってここ一番右一つだけフラワーじゃないね。うー時間差はずれ、一番右だね、時間差マジでずれ。ここは一番左、キノコが一個しかないね。ここは一番左だね、背景が一つだけ違います。それは分かんないよ。今のフィッシュボーンのところ見極められた方いますか、見極められた方、そして見極められてない方もぜひ高評価してもらっていいですか。すげえ、ずうずうしい。ずうずうしいと思った人も高評価お願いします。じゃあここなんだよな、ここマジで集中する。真ん中なんか向きが違ったよね、ここは。いやマジで分かんねえ、なんかいけたけど今どこ。いや今たまたまいけたけど、今の花ちゃんのところマジでわからんかったね。ちょっと今の花ちゃんのところさ、わからない方いたら気持ち悪いと思うんで、絶対に伝えるために全集中していいかな。ここでしょ、バーの位置が違うのか。さあ次は最後どこだ、一番右、ここちくわブロックの裏になんかツタがあったよ。それが正解っていうことでしょう。さあこれは何が違うんだ、ミスとも同じじゃないか。いや真ん中行ったらねゴールできるとは思うんだけど、ちょっと右行っていいかな、こっち行ったらどうなるんだろうって前の動画から思ってたんだよね。これはなんか鍵、あ手に入れるため、もしかして救済装置あるんじゃないの、この鍵ドアに入ればゴールできるっていう。ありがとうございます。皆さん第1コース目で疲れました。
もうさっきのね、いつものトロールコースしたぐらい疲れたね。まあまあ、それじゃあ次のコース、スワンプチョンプキャンバーということで、サムネを見る限りですね、ドッスンとワンワンが主流になったコースだと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.25%。 どんなコースなんだろうね。まあ僕の予想はさ、ワンワンとドッスンから逃げ切るようなコースっていうイメージなんだけど、まあとりあえずやっていこうか。ここは右に行って上にワンワンが出てきたのが見えました。一旦落としておいてこの扉に入る。こっから本番っていう感じだと思うんですよね。このワンワンを避ければいいだけ。いや全然余裕だね。そして上に、いや今ボンミスしたけどさ、このコースそんなに難しくないんじゃないかな。クリア率が 1.25% だから身構えてたんだけどね。ここはタイミングよく行けっていう感じか。任せなさい。はいはい。そして次もタイミングよく行けっていう感じ。はい。そしてこの次もだね。はい。いや、やめてもらっちゃ困るね。僕はどれだけこの人生の中で犬から逃げてきたと思ってんの。噛まれて足に傷があります。さあ次はこの下に行けっていうこと。多分この穴ぐらに隠れておけばいいんだよ。そんでワンワンが左に行った時にすぐちくわブロックに乗って回避すると、そういうことですね。でここは鎖を伝って行ってみようか余裕すぎ。まあまあ爆速間違い探しの後にこんくらいぐらい緩いのでちょうどいいで、ね、さあドッスンがこっちを見てる。なるほど、勢いに任せるなと。実況と一緒ですね。いつも勢いに任せて喋ってる僕に忠告するようなコースだ。それじゃあここはリフトがあるやろあるやろじゃねえんだよ。ちょっと変な言葉になってしまったじゃないか。じゃあここは一旦上に行く。ちょっと出過ぎじゃないですか。少し落ち着いてもらっていいですかね。お座りしなさい。このだけか。いいね、どんどん難しくなってきてる。実況者としてとても美味しそうなコースになってきてるんじゃないんですかね。じゃあ一旦このカキモン持っていこうか。このカキモン確かワンワン倒せたよね。よし、これナイスガード。カキバーサス犬の方が弱いと。はっ、頼ってるから僕の勝ちだね。いや、やっぱりカキモンの存在はでかかったね。今日はもうカキモンって呼ばないで、見かけたらカキ様って呼んでおくわ。それじゃあどんどん上に行きたいと思います。いけないよ。もうこんなのトロールと一緒やんか。今日トロールしないって言ったよね、僕。でもあの僕の言葉がトロールかもしんないよ。なんか今気持ち悪いやついなかった。この近くの枠の中は危険っていうことなんかな。ちょっと待ってね、これはどうやって行けばいいんだろう。一旦ワンワンについていくことができんね。いや、どんどん左に行ってるね。で、ま、これどうやって入ればいいんだろう。やりすぎでしょこれ。どうやって入ればいいのよ、あのドアに。早く行けっていう感じかな。なんで早く行ってってみるね。なんでここで早く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 絶対無理だって、こんなの。どうやって入んの、あのドアに。オンをして閉じ込めろっていうことかな。いやでもオンをするような場所なかったね。こっからちょっと探っていこっか。あ、ちょっと待って。あ、わかったかもしんない。もしかしたらさ、この四角の枠、線か、この線の中に入らないでここまで来ればドアに入れるっていう感じなんじゃないかな。なるほどね、そういうシステムね。いや新しいね。なんでドスを反応させないようにあの場所までたどり着いたらドアに入れるっていう感じだと思うんですよ。頼む、ドス反応するなよ。よし来た、これで扉に入れるっていう感じか。さあ進んでいきましょう。次は Z って書いてるね。この犬に乗っていけっていう感じ。うわ、ちょっとむずっけ、頼む。でこのドッスンは上に上がんないね。なるほどね、どんどんこの犬に乗っていけばいい感じか。多分そんなに難しくないよ、ここ。でここでオンオフをしてドッスンに乗れと。あいつパラシュート、かわいいパラシュートつけてるじゃねえか。いい年こいて。そんじゃこのまま右に行きたいと思います。左で、ね、久しぶりに楽しいコースしてる。なんかいつもトロールコースばっかりだからさ、こういうの新鮮だね。まあ普通こんなんばっかりだと思うんだけど。それじゃあ土管に入ってそろそろ中間ポイントあるんじゃないかな。ドスンから逃げろっていう感じじゃないか。いや、こういうの好きすぎる。頼む、一回もやられずに僕はこのコースをクリアしたいんだ。
来た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 、これは絶対いけるよ。もうここまで来れば僕のもんだよ。さあここで一気アップを取って、そしてドッスンが石を壊してくれてゴールしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1の1バッドナッシングイズアンネスサリーということで、不要なものをなくした1の1ということですね。さてこの制作者さん、1の1で何が不要と感じたのでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.01%。 いや1の1で不要なものなんて何もないからね、僕にとっては全て必要だよ。なるほどね、床がないっていう1の1、まあ結構、いやちょっと待って、床がなくて以前の問題じゃねえか。え、この先進めんのかな、一旦ジャンプしてってみていいかな。いや違うんだって、ちょっと待ってください、制作者さん、これは想定外すぎます。一旦ダッシュしてそのままジャンプしてみよっか。なるほど、これで飛ぶっていうわけか。4つ目の土管は、あ、入れるんだね。これでショートカットは上等じゃねえか。今まで数々の1の1クリアしてきました。こんな1の1ちゃちゃっとクリアしてみせようじゃありません。いやこっからどうやっていくんだろう。右にジャンプしてもダメだったしさ、もしかしてワンタップ。なるほどね、この一気アップキノコの隠しブロックの上に乗って右に進めと。ちょっと待ってよ。これさ、常にダッシュジャンプで行けっていう感じなんかな。多分そんな感じだよきっと。いや面白いね、今回も面白い1の1と当たってしまいました。そしてこの先はどうする。右は行けそうだね、だからこのまま勢いに任せて行ってみます。そしてここ右ジャンプ届かない。それじゃあこの先なんだけど、このままダッシュしても進めなかったから、このブロックがツタっていう可能性があるよ。そういや今ね、髪の毛めっちゃ伸びててもちゃもちゃなんだけど、髪の毛切り行くのってさ、めんどくさくない？で、特に男性の方、共感してくれる方いると思うんですけど、初めて行く美容室ってさ、ちょっと勇気いらない？女性の客ばっかりじゃないかなみたいな、もしそうだったら恥ずかしいなみたいな、そんな気持ちあると思うんですよ。で、勇気出して行ったはいいんだけどさ、全然違う髪型にされて最悪みたいな、そんなことあると思うんですよ。いやなんか髪の毛の話してたらゴールできたね。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スピードバトル急いで扉に入ろう。で、これ説明文にさ、高難易度ヘルモードは腕に自信がある方ぜひ挑戦してみてくださいって書いてるんですよね。最初通常モードでやってて、もしまだいけるなって思ったらこのヘルモードぜひやっていきたいと思います。それじゃあこのドアに入って、まずオンオフが変わる前に扉に入れっていう感じでしょ。え、これはまだ全然余裕がありそうだよね。どんどん難しくなっていくっていうことか。これはレベル1クリア。なるほどね、レベル何個まであるんだろうね。レベル10ぐらいまであっていいよ。レベル2どこ、 P スイッチ押せってか。反応遅くないか。 P スイッチ押した瞬間始まるのかな。なるほどね、あのブラパーより先に早く行けと。これはもう無理なんじゃないんですかね。いやもう分かった分かった、これさ、ただドアに向かえっていうコースじゃないんだね。 P スイッチを押してさらにドアに向かえと、そのワンアクションある感じが素晴らしいね。それじゃあ今日はバネ邪魔するなよ、頼むから。いけるんかい、引っかかれ。もうちょっとわちゃわちゃしよう、今ちょっと準備してたよ僕、このバネ野郎がっていうオチを作れ。まあ冗談はこの辺にしといて、レベル3ボス、え、もうボス、え、もしかしてこれで終わりなんかな。ヘルモードってどうやって行くんだろうね。じゃあ一旦ゆっくり行ってってみていい、ここ熱っ、ちょっとこれバブルの軌道が読めないね。まあ線の通り行くのは分かってるんだけど、早いバブルとさ遅いバブルがいるからマジで分かんないんだよね。一旦ここは待っておく。そしてこの線以外のところに行って、この枠は大丈夫っていう感じでしょ。そして左、いや、そしてボム兵が出てきてどうなるの。ここまで素直に来るんだけど、こっから炎を避けながら行けっていう感じか。なるほどね、いやこれは面白いよ、ちょっと避けゲー含んでるね、弾幕避けゲーだね。そしてここでリンクを取ってどうする、一旦下に行くのか。で、え、わかんない、こっから、あー、わかったわかった、上で爆弾を出して P スイッチを下に落とすわけね。すいません、ちょっとやり直します。これさ、通常モードでこれでしょ、ヘルモードめっちゃ気になるね、相当難しそうなんだけどね。じゃあここは一旦爆弾で P スイッチを落として、この P スイッチを踏んでゴーデンヘルクッパー。
落ちないのか自分で倒せと。意外と硬えなこのクッパは。亀のお腹ってそんなに硬かったか。まだか、まだやられないのか。何回させばいいんだこれは。オッケー、それじゃあドアに入っていきましょう。これでゴールなんじゃないんですかね。レベル3クリア。え、まだあんのかな。うわ、やっぱそう簡単にゴールさせてくれないよな。そんでこの右に行けばヘルモード。なるほどね。一旦普通のモードやってみようか。それじゃあこの土管に入っていきます。あ、終わりなんだね。いや、めっちゃ楽しかったね。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン。ちょっと待った、ヘルモードを忘れてないですか。偽エンディングを流すためにわざわざゴールしてここまで戻ってまいりました。またクッパを倒してまあそれじゃあやっていきますか、ヘルモード。さあどんな感じなんでしょう。それはわかるか。なるほどね、読めたよ。この扉に入った瞬間 Go to hell すると、そういうことだね。これは鍵を取って戻れっていう感じでしょ。え、それがそんな難しいんかな。とりあえず普通に行ってみるよ。え、ちょっとおかしいおかしい、今の絶対行けるわけがない。ちょっと早すぎじゃないですかね、制作者さん。ここ僕そんなにさっき遅く行ったつもりはないんですけど。一旦地下ブロック乗ってこっから左にまっすぐ、そしたらゴーテー、あのちくわブロックの上に一旦とどまっておこっか。こっから上にどんどん進むみたいな感じなんじゃないかな。なんでここで、あれ、なんか今度変わんないね。左向くなってことかな。だからそういう意味のバネなんだ。なんでここのバネに当たってさ、こうジャンプ連打で左まで行けと、そういうことなんじゃないかな。テレサが出てきたから多分テレサによってオンオフが変わると思うんだよね。そしてこの鍵を取って左に行けと。行けるかな、行けるかな。こっから左にあの地下ブロックに乗り下がれば。やるじゃないか制作者よ。だが僕の本気を見くびってもらっちゃ困りますね。こっから一旦左に行く、そして地下ブロック。舐めてもらっていいですよ制作者さん。実は僕そんなに上手くないんです。じゃあここで鍵を取った瞬間すぐ左、そして違う、そしてこのドアに入る、そしたらゴールがあるっていう感じでしょう。頼む、意味が分かんないよ。もしかしてさ、オンオフを変えるなっていうことなんかな。なんでオンオフを変えずにあの鍵扉まで目指してみるね。そしたらなんか変わるみたいな。こっから一応ねこういう風に戻れるんだよね。頼む、オンオフ変わらないで。なんなんだこのコースは、まさに地獄そのものじゃないか。だがピオキング、お前の腕ならいけるはずだ。そうやっていつも自画自賛しながら生きてきたじゃないか。頼む、これで行ってくれ。やった、来た。これでなんか変わるんじゃない。ピアデー、最後の針地帯抜けるにはさ、絶対にスターがいるよね。なんで隠しブロックがないか、ちょっと探してってみようか。勝った絶対勝った。見てろ制作者、絶対にこれでゴールしてやるか。完全に左向いたらいけないの忘れてたね。それじゃあここでスターを取ってスターラン。どうなるこの先、もうゴールが待ち受けてるんでしょうか。それともまだまだ続くのか。頼む、もうゴールあってくれ。っていうかこれ間に合わんから、相当ギリギリで作られてるんじゃない。頼む、いや絶対ゴールの演出だ。それじゃあゴールで向かいますか。頼む、もう何もないでよ。よしよし、なんでよ。ビビらせやがって最後にいい演出持ってくるじゃねえか。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。